在中米国総領事館、通称在那覇アメリカ合衆国総領事館は、アメリカ合衆国が、日本の沖縄県浦添市に設置している、総領事館である。通称とは裏腹に、県庁所在地の那覇市ではなく、那覇市に隣接する浦添市内に位置する。1952年1月、アメリカ統治下の沖縄の主婦であった那覇市に初めて、アメリカ合衆国の領事機関が設置された。 同じく、アメリカ統治時代の1959年、トーマス・エイチ・マーフィンを初代領事として、在中米国領事館、通称在那覇アメリカ合衆国領事館が開設された。1972年5月、前年の協定に基づいて、沖縄が日本に返還され、リチャード・ W ・ペトリーが初代総領事に就任し、那覇の領事館が在中米国総領事館に昇格した。 1987年1月、それまで、那覇市内にあった総領事館が、浦添市へ移転したが、移転後も、なおエブンでは公式に、在那覇アメリカ合衆国総領事館の名前で、呼ばれている。2018年5月20日に開催された、米海兵隊基地キャンプ金座一部返還式典。左から順に、ジョエル・シー・エレン・ライク総領事、ジャハナ・キイチロウ副県知事。 チャールズ・ G ・シュローティ・海兵隊少将、菅義偉内閣官房長官、ポール・ J ・ロック・ジュニア、海兵隊准賞、松本哲司市長、ロバート・ T ・ケップキー総領事、ありがとうございます。